三谷歯科医院院長の三谷隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。コンセプトは自分の歯でしっかり食べること、患者さんの笑顔にすることをモットーに、患者さんの気持ちを第一に、心のケアを忘れずに、お口の治療から管理まで患者さんの健康を我々スタッフでしっかりとサポートしていきます。当院の治療の柱は第一にお口の構造と機能回復改善です。虫歯の治療から歯周病治療に関わる歯をできるだけ保存することに全力で取り組みます。第二に回復改善したお口の状態を維持するためにメンテナンスをしてしっかりと管理していきます。特に歯周病の予防には力を入れています。定期検診を通しての専門の歯科衛生士がメンテナンス管理をすることで重症化を防ぎます。ランパセラピーの話をいたします。欧米や日本などの先進国では呼吸の仕方や構造の問題で様々な症状が認められてきています。特に上顎の成長が著しく悪くなっていることで気道が狭くなり、様々な疾患、例えば高呼吸による歯並び、虫歯など、歯槽膿漏、睡眠時無呼吸症候群、喘息などの呼吸器疾患、アレルギー性鼻炎など、これらに影響が出てくることが分かってきました。また歯科でいう不正咬合、出っ歯だったりとか受け口、ラングイバですね、そのような原因の一つとして顔の垂直方向への成長が歯並びを悪くすると考えられています。顔面の垂直方向のお話をいたします。上顎には舌が本来はこういうふうになるんです。持ち上げている形になるんですけども、これが高呼吸だと外れてしまいます。口が開いているとベロが上顎についてなくて外れてしまいます。離れたことによって支えを失ってしまうので、上顎が下にこう下がってくるんですね。その際に落ちてくる時にこういうふうに歪んでくるんですね。これが歪みと申します。この歪みによりアーチを狭くしてしまって、絶望をものすごく小さくして容積が小さくなるんですね。下がってくるとですね、下の顎の成長はですね、前には行けずに後方回転といってこちらの方に下がってきます。そうすると顔長くなるわけですよね。そしてしかもここのアーチがこういうふうに歪んで狭くなるんです。だから歯が並ばなくなるわけですね。これを治すのがランパセラピーです。ランパは上顎を上には上前方に上げます。上前方に上げながら上顎を拡大していくんですね。このようにそうするとアーチが並ぶようになります。そして下顎はそれに伴い前方に今度は回転していくんです。回転するために顔が短くなるわけですね。このことにより鼻呼吸が確立され、口腔機能が改善されます。口腔機能が改善されると虫歯や将来歯槽膿漏になりにくい状態になるわけです。治療は10歳までの成長期のお子様が対象になります。義歯についてお話します。残念にも歯を失ってしまった患者さんはどうすれば機能改善できるかですね。インプラントやブリッジで対応できる患者さんは問題ありませんが、それでもできない患者様がいらっしゃいます。その場合は義歯になります。歯を失って顎の変形が著しいケースは保険義歯だと難しい場合がありますので、当院では義歯のバリエーションを豊富にご用意してあります。患者さんに合った義歯をカスタマイズいたします。このように当院では子どものうちにはお口の機能構造を改善して、将来虫歯や歯槽膿漏になりづらいよう予防したり、虫歯や歯周病になった患者さんを治療して維持できるよう予防します。また多く歯を失った患者さんに対しては義歯でしっかりとサポートしていきます。いつも患者さんに寄り添いながら健康管理に寄与していく歯科医院なので、安心してお気軽にお越しください。